予選3日目の g i s 2徳山モーターボート大賞今日も決まり手分散傾向の展開ではありますが終盤戦、ようやく逃げ決まりましてここまで今日は逃げ3本という展開です競争水面は11レースを迎えました予選競争対戦の6名が登場ですこの時間帯は比較的風は弱めスタートライン上時々追い風という状況でスタートまで1分を切ります 1>, 1番の坪井康春ここは人気の中心ですややここまでは村のある動き1番の坪井絶好アクレシリーズ2勝目を狙います続く2コースには2番の山田優也本来のモーターのパワー活かせるかどうかナルトのフレッシュルーキー昨年の最優秀新人2番の山田2コースから3コースには3番中村良太前半戦6コースからの3着で後配当を提供しました 4コースの門一には4番の永田修司ここで踏みとどまりたいところそして5コースが5番の篠崎元司前半戦は1マーク競り合って6着大敗でした挽回なるかというところ一方6コース、6番上野慎之助前半戦はトップラスに持ち込む展開でしたやや追い風というスタートライン上新入隊形はインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番です スタートしましまた1コースから4コースまでほぼ横一線揃ったスタートになりましたさあここは1番の坪井が先手を取る逃げる1番の坪井差しに構えて2番の山田さあ山田ちょっと船がふわっと浮きました交代しましてここは1番の坪井逃げて2番手にはちをついてきた4番の中田3番中村左右は6番上野が伸びてきました真ん中5番の篠崎も続くスタートは前提正常でした2番手らしいは横に広がって2マークに移ります 6番の上野に外を回って3番の中村とともにやや流れて内から4番の中田が差してきた5番の篠崎は捉えきれずさあ2番手争い今度は3人固まっています4番の中田真ん中6番の上野外は3番の中村これから2周1マークもう1回内側狙って5番の篠崎で1マークの旋回2番手争いは外を回ってここで4番の中田が抜け出してきました。 1>, 頭1番の坪井は独走そして2番手に4番の中田一方3番、手らすいは6番の上野一手審査3番、中村がついてこの後ろ5番の篠崎は5番手最後方に2番山田がついそうです2周2幕ですさあ3番手から2番手狙います3番、中村ですが4番、中田は振り切る中村が少し流れまして6番の上野が3番手ここは差してきていますまだ接戦の3番手インコース6番の上野アウトコースは3番、中村最終周回に入りました 最後の1幕、外を牽制して回る6番の上野、朝、さあ内から潜り込んでいくようにして3番の中村、さあここは今度は内から捉える3番中村ですが、まだ並んだ状況です、3連単は1、4、3の組み合わせれば38.7倍のッツ、1、4、6になりますと46.3倍のッツ、最終ターンマーク3番手はすいば内から3番中村が先に丸、切り返す6番の上野、これはどうか、最後は3番中村、振り切りました、先頭は1番坪井合輪、ゴーン。 4番、中田合、五輪3番、中村合、五輪6番、上野合、五輪5番、篠崎合、五輪2番、山田、五輪。